皆さんこんばんは。12月24日月曜日、はい、新潟フォンデリングの時間がやってきました、はい。今日はクリスマスイブですね。ですね、はい。この新潟フォンデリング、今まで、何回になりますかね。11回ですかね。11回、放送配信をさせていただきましたが、うん、その中で若い人たちと触れ合いながらね、うん、僕らの時代とかなりその考え方が違ってきて、しっかりしてるなっていう実感を受けましたね。めちゃめちゃしっかりしてますよね。本当にびっくりですね。もう僕らの時なんてひどかったですからね。いや、ひどかったのは僕だけかもしれませんけど。いや、まあ何も考えてない方が多いですよ。いや、もう学生時代といえばですよ、もう、まあ今だから言いますけど、12月24日の日、男友達と3人ぐらいで、あの頃ね、スカーレットですよ。あ、スターレット、あ、スターレット、あー、はい、友達のスターレットにサンルーフがついたの。おお、ね、そのサンルーフからクリスマスツリー出して、ツリーをクリスマスツリー出してですね、それで、あの頃ね、高かったんですよ。あの 12V を 100V に変換して、はいはいはい、それでクリスマスツリーをつけまして、おお、電飾で、はい、サンルーフから出して、おお、出して渋谷のあの交差点を走ったというバカでしょ。いやー、電飾で走ったわけですか。いやー、もうね、拍手してくれる人なんかもいてね。あー、もうそこまでやれば大したもんだって感じですか。もうね、でもね、あの頃こうな、目立てばいいみたいなね、そんな気持ちもあって、今だからもうね、言っちゃいますけど、いやー、なんか別の意味でなんか赤い光に追いかけられそうですよね。そうそうそう、うん、ね、いや、でも本当にね、まあそんなことをしながらですね、学生生活してたわけですよ。で、佐藤さんはどうでした？そうですね、まあ私はもうご存知のように、あのご自宅近所のあの辺でうろうろしてたわけですけれどもまあとにかく何もやることなかったですね。あの頃はまだ何にもなかったですよね。そう、あの、何にもないじゃないですか。本当に何もなかった。だから、もうなんか外、あの、要は新潟の中心部行くか、こもるしかねえんですよ。そう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 、みんな巣ごもってるみたいな感じ。そう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 、宅飲み全盛ですかね。だから忘れもしないのが、まあ私も家帰る途中とかアパート帰る途中で、ちょうどマニアのあたりの道路ですよ、はいはいはい、道歩いてたら、あの時まだ雪なかったんですけど、なんか白い塊があるんですよ、なんだろうなと思ってよく見たら、ただの12センチぐらいのケーキが丸ごと1個路上に落ちたんですよね。そんなバカなことあるわけないじゃない。と思うじゃないですか。本当なんですよ。いや、それさ、なんか中に猫いやつとかさ、いやー、だからなんかこうカップルが喧嘩したのかとか、もしくはなんか急いで行こうとして転んだとか、なんかその背景を想像して、それはそれで面白いものがありましたけどね。みんなさ、友達で囲んでね、これ何何って指差しながら話してたとか、そういうじゃないでしょ。いやー、なんかそれでこう誰かそこで当事者が見てたとか言ったら、目も当てらんねえだろうなとか思いましたよ。いや、しかしでもクリスマスっていろんなことありますよね。ですね。街、そうですね、まあ年を取ってからクリスマスにね、街を歩けば、千鳥足のね、お父さんたちが、気持ちよくね、まだ仕事納めには間がありますけどね、気持ちよくクリスマスを過ごしてから自宅でまたパーティーやるとかね、まあ、そんな様子でお土産を片手にいそいそ帰る姿ばっかりね、まあ、引きこもごもでございましょうが、はい、そんなクリスマスイブのプラジ TV、今日はですね、もう11回なったその過去の、出演していただいた皆さんの、このスナップショットを見ながらですね、もう一度、番組を振り返ってみようと、はい、こういう番組でございます、はい、どうぞ一緒にお付き合いください、はい、それじゃあ佐藤さん、一番最初の、はい、第1回目記念すべき10月の8日配信の、はい、はい、じゃあ、こちらですね、お二人をご紹介ください。どん、あ、新潟国際情報大学の、ね、笹井くんと佐藤さんでしたね。はい、そうですね、はい、ね、
2人ともね、うん、最初出てくれるかどうか不安でね。そうそうそう、そもそも来てくれるかどうかって話もありましたよね。ねえ、もうその月曜日ね、うん、2人してね、うん、大丈夫今日ね、うん、連絡ないんだけど大丈夫みたいな、ね、そう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 、そんな話してたの覚えてます。でこの日は MC がね、うん、池智子さん、ね、今大活躍中ですけども、はい、セルフブランディングのねプロフェッショナルですが、うん、彼女が司会を務めてくれました、うん、はい、ね、お二人ともね最初緊張してたんだけど、さすがね池さんがこの緊張を解いてくれて、うん、そうです ね本当にすごいなんかテンポよくいろんな会話の幅も広がりましたもんね。そうそう、配信が始まる頃にはねだいぶ緊張も取れましたけど、うんうん、まあでもカメラ向けられるとやっぱりね、うん、最初はガチガチになっていた、そうそうそう、のがだん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 話していくとにね、うん、こんな素敵な笑顔になっていくんですよね。ですね、うんうん、ね、で二人がまあ、笹井くんの方はね今就職活動頑張るよということで、うんうん、佐藤さんの方からのアドバイスなんかがあって、うん、2人でね、この番組をこう盛り上げ、うん、まあスタートにねふさわしいお二人が見えてくれたということになりましょうか。そうですね、はい、この笑顔をね、うん、いや素晴らしいですよ。いいよね、この真剣な眼差しといいね、やっぱりしっかりと物を見ているっていうのをこの時ね、うん、僕らは本当に今の若い子たちってっていう言葉を僕もじじいになってきたのでだんだんね口にするようになったんだけど、いや決してそんなことないんだなっていうことを理解させていただいた、そんな第一回の配信でしたね。そうですね、ね、すごくこうあったかい、番組としてスタートすることができたと思います。ね、はい、さあこれで第2回です。お、来ましたね。第2回はね、池さんの、ね、ご紹介で中村節子さんに MC を務めていただいたんですが、はい、まあ、せっちゃんはね最初、うん、お二人と話してる時にね、うん、どうしようっていう感じでしたよね。ものすごいテンションでしたもんね。高かったですよね、始まる前のそのテンションの高さね。そうそうそう、これが新潟県立大学の、はい、五十嵐くん、それと玉橋くんでしたね。そうです ね、あれ、医療福祉大学の、医療福祉大学の玉橋くん ね、そうそう、県立大が五十嵐くんということで ね、はい、まあ、この二人もねアクティブでね、うん、うん、まあ、アルバイトはもちろんだけども、うん、それからスノーボードをね、冬になるとみんなですごく盛り上がってやってるとか、うん、もう体中痛くなるまでやるんだなんて ね、いろんな話を聞かせてくれましたけど、玉橋くんはね行っちゃうんだよね海外に。あ、そうそうそう、この時にもお話してましたもんね。そう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 、うん、ね、このせっちゃんがね、うん、もう2人の勢いに押されてたんだけど、うん、番組始まったら逆襲に入ってね。そうそう、事前打ち合わせのテンションと始まってからのテンションが随分そうそうそう変貌しましたもんね。だいぶ違いましたよね、うん、うん、で、まあ、そんな2回目でしたけどね、うん、ほらなかなかね、うん、イケメンでね。そうだから、うん、なんかもう見てていやーほんと今の若い子ってかっこいいなと。そうだね、こんな整った顔友達にいなかったもんね、うん、もうジャニーズいてもおかしくないじゃないですか。そう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 ね、うん、でまた玉橋くんがねこう明るいんだ。そうそう、玉橋くんがねすっごくいい味を出してるんだけど、うん、話を聞くと、うん、すごくしっかりとその自分のお父さんのね仕事について、うんうん、そして、うん、それからこれからまあ自分がまあ外に出ていかなきゃいけないんだけれども、うん、まあ、そのことについてもね非常にこう真剣に捉えて、うん、自分なりにはこう大きな夢を描くとともに、うんうん、ちゃんとやらなければいけないことが見えていたっていうね、うん、そうですね、うん、非常に、ね、うん、まあでもちょっとこうテンションがその事前打ち合わせの時よりも低いんだけれども、やっぱり自然体で、そうそうそう、自分の言葉でしっかりいろんなことを語っている。 そうですよね、それが非常に印象に残りましたね、うん、本当にこうナチュラルにね、番組に、参加してくれたというお二人でしたよね。うそうですね、うん、うん、おろよいしょ、ね、ですね、そう、この目が本当は彼らのね、うん、その時の状況っていうかね、そう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 、気持ちだったんだと思うんですよね。まあ、照れ隠しっていうのもでもありますわね。そう、まあ、照れ隠しの方が多いかもね、うん、やっぱりこういう画面に、ね、出てくるとどうしてもやっぱり恥ずかしい照れ隠しっていうことでいろんな行動を取っちゃいますけど、うん、ね、うん、ね、まあでもこの本当にこのね素敵な2人、うん、第2回目のゲストで来ていただきました。はい、ね、ね、そう、最後はねせっちゃんこんな大笑いをしながらね、
いやいやでもね、この3人が話をしてる姿を見ながら、うんうん、やっぱりね僕1人1回目の時が特別だったのかなとか思っていたんだけども、実は裏を返すとやっぱりみんなね同じように今の現実をちゃんとしっかり見ているとか、それから不安もあるんだけどでも前向きなんですよね、皆さんのねその捉え方というか、あのうつむかないっていうかね、そこがすごいなと思って2回目の配信も見させていただきました。はい、3回目3回目ですね、来ましょう、来ましたね。はい、この真ん中に、座ってるのが、これがですね医療福祉大学の長岡くんです、はい、ね、そしてその隣が長谷川くんというお二人でしたけど、共に健康、ね、保健学科でしたっけ、そうですね、はい、ね、あのスポーツ関係とか、いろんなトレーナー関係とか、そういうところに進むということでしたけど、またこの二人もスノーボードがね、そう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 、あの実は長岡くんこの後フェイスブックでね、友達にならせていただいたんですけど、すごいんだ、ほう、あの釣りで釣り上げた魚、あー、スズキのこんなね、うん、こんなでかいやつを釣り上げて、もう何匹もあげたから誰かいりませんかとかねそんな、もうすごいですよ、あのいいねの数がね、ババ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 ッとついて、はー、で最近はもう、何回行ったんだ、もう9回、9回ぐらい行ってんのかな、スノーボードに、あー、すごいですよ、もう神楽三つ股ね、雪のあるとこはどこでも行くぜみたいな感じで、そうね、えまたかっこいいんだ、そのですよね、ウェア着て滑ってるっていうかね、ウェア着たショットしか見てないですけど、まあ、友達とみんなでね本当に楽しそうにやってる姿が伝わってきて、フェイスブックで友達になってよかったなと、思いますね、いやもうなんかみんな本当にその自然体で、そうそうそう、すごくいい、あのいろんなエピソードの話もされるじゃないですか、はいはいはい、しますよね。でまたねこのあの長谷川くんがね、すごいんだ、またねノリが良くてね、で彼はなんとこのスタジオでねチャゲ&アスカの歌を歌ったというね、そう、ね、最初になんか打ち合わせで言ってて、マジっすかみたいな感じでしたもんね。そうそう、カラオケ好きなんですよ話からね、じゃあ歌ってみるって言ったら、いやいや冗談じゃないですよって言ってたんだけど、番組中にポッと振ったら、そうそう、ポッと歌うというね、ちゃんと歌ってましたもんね、素晴らしい、ねえ、すごいすごい、ね、彼も清水から飛び降りる勢いできっと歌ってくれたんだと思いますけども、ね、本当に番組に協力して、これがちょうどその歌ってる時ね、 その瞬間ですね、ね、よっかいいなーとか言いながら歌ってみましたね。またうまいんだこれが。いやーよかったですよねー。ね、ほんとにうまかった、ね、今度絶対一緒にカラオケ行きたいですね、で、ですね、俺たちのね鳥羽一郎とかね、 それあの色物系じゃないですか。そうそうそう、あとなんだ昔の名前で出ていますとかねあんなやつでね、そういう系ですね、なるほど、はい、さ、はい、今度は第4回目になったね、これも、新潟医療福祉大学の渡辺さんと、それから堀越さん、この2人来ていただきました、共に県外の方でしたね、で、渡辺さんと、堀越さんが今の状況を踏まえていろんなこう話をしてくれたんですけど、最初やっぱりかなり緊張してましたけどね、そうですね、いやでも可愛かったね本当に。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、なんですか、その後なんか企んだんじゃないの、別に何もしてないですよ、ね、何も何もなんか友達申請とかしたんじゃないの、いや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 、この時は恐れ多くてできなかったですよ、ね、ああなるほど、ね、そう、彼女がですね、この渡辺さんとの付き合いは体育の授業だけというね知り合ったのがそこでって、なんか本当に友達って言ってえみたいな感じでしたよね。そうそう、たまにしか会わないんだけど、そのたまに会った時にすごく密度がね、濃い話をしてるんだ的なね、でもこうやって2人で出てきていただいて、で渡辺さんの、まあ、一人暮らしをされてるんでしたっけ、で、みんなで集まったりとかいろんなことをして、でこの、まあ、嬉しかったのはこの番組をね、実は彼女たちの、はいはい、ご両親がそうそうそう、なんとインターネットで見ていたという、
あのリアルタイムで見てたんですよね。でこの配信が終わった後に、うん、見たよっていうね、そうそうそう、メールでメールをねくれたという、うん、いやーこれはね僕ほんとね帰りにこう嬉しくてね、うん、すごいな。まあ彼女たちが今日こういう番組出るからこれで見れるよって教えていてくれたんですけど、うんうん、それでももう家の方がねそれをこう見れる、うん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 、まあ彼女たちのお父さんお母さんの年代も僕たちと近いのかな、ひょっとすると近いか、もしかしたらちょいとしたぐらいかもしれないお互いさこの年の瀬になってさ、なんかこう物悲しさが来るね、いやなんかこうあれですよね、もう、うんうん、遠くなってきてるような感じが、そう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 、出ていくだけですもんねあのいろんな意味でねそう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 、あのクリスマスプレゼントですか、バラバラバラってやつですよね。まあ、うん、いやそういった、まあ、物的なものもそうですけれども、あのいわゆるですよね、あの年齢的なものでこういろんなものが出てきますよね。ああなるほどなるほど、うん、確かに確かに、なんか世紀がこうどっかでこう吹っ飛んでいくというか、そうこのね年末来ると、あやかんやかん、若者たちの番組でこんなことを言っていただいたのです。まあ次と言っ、ね、進めていきましょう。そう、うん、お二人はね本当にこう明るくね今の気持ちを率直に話してくれました、うん、ですね、ね、はい、この時に今、うん、パッと映ってますけど MC、うん、新人の、うん、川上和子さんがですね、うん、この時に MC に参加していただきました、うん、ね、初参加でものすごい彼女も緊張してたんですよね、うん、そうそうそう、すごく緊張してたんですが、うん、でもねやり終わった後に彼女のくれた感想が、うん、いや出てよかったですと、うん、やらせてもらってよかったですと、うん、あの若い人たちとこういうふうに話す場面を作っていただいてって言われて、うんうん、僕思わずね、いや本当に嬉しくてね、家に帰ってからね、うん、1リットル、いや2リットル、ん?3リットルぐらいビール飲んじゃいましたね、この日は。それは別にあってもなくてもじゃないですか。あ、だいたい毎日ね、はい、なるほどですね、はい、はい、次です、これが、第5回目です、うん、新潟大学の、うん、学生さん2人出ていただきました。はい、文吾陽くんと、うん、それから山岸くんなんですが、うん、今この図だけじゃ分かんですよね。そうそう、なんか最初にねこうつかみを取りたいというね、そんな気持ちがよく表れてるんですが、うん、さあで MC がですね、うん、この時からあのルーシー・ダットンという、うんうん、ヨガのインストラクターをやってる成沢舞子さん、うん、はい、参加していただきました。成沢さんも緊張しながらもね、うんうんうん、非常にあのお二人にこうリードしていただいたり、それから、ね、あの僕らが出すカンペ、あーはいはいはいあの iPad を使って出すカンペに振り回されつつ、うん、あのカンペ出した瞬間にみんな一緒に見ましたよねそうそう、あのねカメラ見ないでねカンペを見るんです、うん、そうそう、じっと見て、そうおーとか言って、そこであのカンペに対してこう返事してましたよね。見てる人には何に答えてるのかさっぱりわからないという状況もありましたが、そうね、お二人ねこんな顔してるんですけど、うん、こんな顔してるのそういう意味じゃないですよ。いやあの今出てきましたけど、うん、またね2枚目でね、そうこの時文吾くんね実はね、うん、もう一人一緒に連れてきてたんですよね。はいはいはい、はい、まあ後で出てきますね、後で出てきますね、はい、それから、山岸くんの方ですけど、うん、ね、彼がね、うん、なんと新潟大学からあの教員の採用試験に受かって今度先生になると、僕は昆虫が大好きです的な ね、 ね、あれ何でしたっけ、昆虫調べてたのって、あれ蜂じゃなくて何でしたっけ、うん、なんかすごい専門的な話になったんで、そうそう、みんななんかこうでしたよね、なんか呆然とした感がありましたよね、うん、あのね蜂か、蜂、はいはい、蜂だと、うんうん、で刺されないのとかいろいろね僕らこう聞いてて、うんうんうん、ねなんかすっごくね話が楽しかったの覚えて、うん、であまり楽しすぎてね、うん、何の虫だったか覚えてないっていう、ね、そして成沢さん緊張しながらもね、うん、一生懸命に MC を務めていただきました、うん、でこれがね、うん、この二人もスノーボード、そう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 、もうね、うん、すごいんですよねこの怪我、そうそう、これ上に見えますけれどもこれ縫った後ですよね、そう、うん、ね、あのムカデが張ってるんじゃないんですよね、うん、そうそうそう、こんな怪我をしてもね、うん、まだこれからまたスノーボードやりたいという、うん、しかも、ね、あのこれですよね、このね山岸くんはね、うん、ちょっとこれ分かりにくいんでもう一枚、うん、これですね、あのね貫通したらしいですよ歯が、そうそうそう、唇を、うん、これ、ね、衝撃でしたよねもう毒々とね、
白いゲレンデを赤く染めながらっていうね、うん、そんな感じで、でもやっぱり好きなことはやめられないと、うん、でね、働いてからスノボで行けなくなったら嫌だな的なね、うんうんうん、そんな話もしてくれましたが、すごく仲のいいお二人でした。あー、うん、出てきましたね。そう、文吾くんと、うん、ね、そう、下に映ってる、そう、下に映ってるのが可愛い女の子が、うん、ね、二人できてね、いいよな。いいよね、いいな、若いな、うん、誰かおじさんにないな。いや、まあそれ言うとまたあれですよ、家帰ってからいろいろとあるね、ですよね、あるある、また、これってあれですかね。ああ、まあそれはちょっとじゃあ後でオフレコでいろいろ話しましょうかね。次は首行くよみたいな感じなんでしょうかね。はい、いや、まあそうですね、はい、じゃあ次行きましょう、うん、あ、ここで一回なんかあれ入ってましたよね。あ、そうだ、 CM 入りますね、うん、そうですね、今度すごいですよ、今まで黙ってましたけど、 CM 変わったの分かりました。うん、分かりました。何どこが変わったのよ。 え、出てる人、出てる人、え、いや出てる人だけじゃないでしょ、変わったのは。 え、何がですか。曲ついたでしょ。曲が、はい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 、そうだそうだそうだね、うん、そこ大事でしたね。誰が作ったんでしたっけ。せーのでいきますか、ええ、せーの、ハンナさん。あ、ダメ、呼び捨てにしちゃう。さんって言ったんですよ。あ、そう、言いましたよ、そうそう、言いましたよ、こそっと。で、うん、実はですね、うん、今流してるプラジュ TV の CM の、うん、ね、曲、ハンナさんがその CM の曲を担当してくださいましてね、うん、これが、いろんな場所で今度オンエアされると、うん、ね、プラジュ TV だけじゃないんですよ、うん、ね、皆さん楽しみに見てください。彼女のね、うん、赤いウェディングドラスがありますかね、ウェディングドラスがね、うんうん、ありますので、楽しみに見ていただければと思います。はい、はい、それじゃあ一旦 CM でーす。プラジュ TV。立つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。 プラジュ TV。はい、はい、どうでした、 CM の曲。いやいいですね、うん、今まで流したんだけどね、誰もほら、うん、触れる場所がなかったので。いや、ちょっとだけ触れたじゃないですか、うん、木曜日の時とかも、うん、まあちょっと触れたけどね、うんうん、いい曲なんですよね。うん、うん、ぜひこれね、フルで作ってもらったりなんかするとね、うん、こっからまた彼女がライブで歌ってたら俺必ず見に行きますからね。その時はお電話ください。お待ちしてます。そこですか。はい、さあ、はい、それじゃあ引き続き行きましょう、はい、今度はまた新潟県立大学の学生さんへ電話がつながって、うん、これ電話ね、そう、ドキドキするんだよね。そう、番組の一番最後に電話かける瞬間ね、つながるかなとかね、うん、そう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 、ね、出てくれるかなね、うん、もうほんと不安いっぱいなんですけども、うん、この時、ね、なんとかこうつながって出ていただいたのが、うん、酒井くんと、それからもう一人、うん、竹谷くん、竹谷くん、はい、ね、この二人もすごかったね、うん、楽しかったね。いやー、ほんとそうですよね、うん、でも今までの回もそうだったけど、うん、必ずほらこれ配信が終わった後に帰り際にね、うんうんうん、また出たいっす、うん、また出たいっす、うん、面白かったと、ね、みんななんか満足感いっぱいの表情でしたもんね。そうそうそう、でね、ここで僕一番ね、うん、やってて思ったのが、うん、話足りなかったってっていう言葉が多いんですよね。そうそう、これも話したかったとか、うん、なんかいろんなものが出てきますもんね。すごくね、それがこの番組の大事なコンセプトの一つでもあるんだけど、うんうんうん、自分を表現するために何を伝えるかっていうのが、こう何かをやって終わった後に、あ、これも言えばよかった、うんうん、あれも言えばよかったってこう出てくるじゃないですか、うんうんうん、でこのカメラを前にして伝えるっていうのは非常に難しいことで、うん、
でも彼らはきっとね、うん、それこうやり終わった後に、うん、あ、そうだ、俺もっとこんなことが言えたんだとか、うん、あんなことをもっと伝えればよかったってきっと感じてくれてると思うんです。そうですね、うん、それが今度誰かに何かを伝える時の大事なね、うん、ベースになってくれるとすごく嬉しいなと思う、うん、竹谷くんが、まあ、ちょっと今映像出てます、うん、これ酒井くんですね、うんうん、最初見た時ハーフかと思ったよね。そう思いました、ね、うん、よくあるピザハットのハーフ&ハーフみたいね、うん、こっちはピザハットグルメでこっちはどうしようかなズワイガニみたいな、そんな感じでねハーフ&ハーフかと思いましたけども、うん、あ、ハーフかと思いましたが、いやー、もう本当になんかもう端正な顔立ちで、そうそう、それで、うん、バンドも組んでるっていうからね、うん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 、モテるよねって話をしたんだけど、うんうんうん、いやー、そんなことないですよって謙遜はしてましたよね、うん、うん、でまたでもキャラがいいキャラですよね。そうそう、明るいな、うん、底抜けに明るいというか、うこの写真ちょっと動かさないでね、う のこの写真ね、そうそうそう、竹谷くんの、うん、18番お箱ですね、くねくねダンスなんだっけ。いや、なんかこれはこの時確か座ってやってて、なんかいつものペースじゃなかったと。そう、いつものね、この華麗なこうくねくね感が出なかったって言ってね、うん、残念がってたんですけど、パフュームの曲を使ってね、うん、そうそうそう、踊ってくれましたけど、うん、いや面白かったなあれ。もう一回見たいな、竹谷くん、うん、いつでも来てね、待ってるよ今度全身ね、やろうね、うん、思いっきりこうちゃんとショットを撮ると。そう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 、うん、もうフルコーラスでいいからねフルでいこう、フルでね、そんなことでしたけど、この2人も、うん、なかなかですね、うん、楽しい話をたくさんしてくれましたね。そうですね、うん、それから大学の PR とかね、いろんなのも軽音のね、紹介なんかもしてくれましたが、さあどんどんじゃあ次行きましょうか、はい、ね、この時も成沢さんが ね、 そうですね、MC を務めてくれました。はい、ね、続いてですね、はい、よいしょ、はい、あ、今度ね、また、登場していただいたんですが、これも新潟県立大学の学生さん、そうですね、はい、横山君とそれから、うん、先週に引き続き酒井君が、そうですね、うん、はい、一緒に来てくれました。はい、でいやこのね横山君ね、こう淡々としてね、何も言わなそうなんだけども、うん、すっごくアクティブでしたね。そうね、だからいろんな場にやっぱりどん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 ですよね。確かありましたよね途中で、そうそう、その時の、うん、今これから出てくると思うんですけど、うん、この横山くんがね、うん、すごいんだ、うん、うん、まあこの写真にはないんですけど、東京行ったらいきなりデモやってて、うん、賛同したので僕も加わりましたとかね、そう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 、ね、それからもっとあれなのが、次ちょっと写真をこう出していただいて、うん、まあ、彼らのねこの話も面白くてね、もうこの時川上さん2回目なんだけどね、すっかり彼らのペースに乗っかって、乗っかりましたよね、もう波乗り状態でね、うん、そう、これ笑ったよねこれね、そう、体育祭あの掛け声何だったかね、なんかすごかったですよね。すごかった。いやてか私あれで思ったのは、いやこれ音大丈夫かなっていうのが先に思ってしまった悲しさ。レベルメーター振り切ったからね。ですよね、うん、でなおかつねこの体育祭で彼らはこの優勝した、うんうん、ああ。その商品覚えてます？え？商品何でしたっけ？ハーゲンダッツ。ああ。おいおいこれかよっていうね、そうだそうだ、非常に落胆したみたいな話を聞かせてもらいましたけど、これがバンドをやってるとこですね、横山くんと、それから奥に酒井くんがいるんですね。奥にそういましたよね、うんうんうん、2人でねバンド組んでかっこいいんだよね。いやーもうもうほら、うん、観客がさ触れそうなところにいる、うんうん、ね。でまた観客の盛り上がり具合もこの画像ですごく見て取れましたもん ね、 そうそうね、みんな手上だもんね、うんうん、俺たち絶対無理だよコンサート行っても手上は。え、なんで上がらない、うん、次の日上がらなくなる手がもうねいつだっけ何年前かグレーのコンサート行ったの、はいはい、ドキュメッセであったやつ、ああはい、うん、ねやっぱり縦乗りは無理だあ、無理？縦乗りは無理。え、無理ってのは翌日？翌日っていうかね、当日のうちにも腕上がらないもんだってあれ無理よ、指立ててね、あ声無理無理無理、あ、うん、もう数回が限度ですか、ね、そうそう、やっぱりね、やっぱりディナーショーだよ俺たちディナーショー、そこかちょっと値段高いけど、うんうんうん、ね、Here we go のディナーショーとかさ、はいはいはい、ね、そういうのがいいかもしれませんが、なるほどですね、でも彼らかっこいいな、羨ましいな、俺学生も乗りたい、うん、それから、これもね、そうですね、そうなんです、横山くんが実際に、うん、
震災の津波の被災地まで行って、うん、この時もね自分の目で確かめなきゃ気が済まないって言ったんだもんね、うん、すごいですよね。その行動力はやっぱりすごいものがありますよ ね、うん、ね、その行動力はもっとね日本国内にとどまらないんですよ今度、うん、そうです、天国まで行っちゃった。あ、違う、これね富士山、うん、いきなり行って富士山登ってこの写真撮ってくるんですもんね、うん、すごいな、うん、そう、うん、やっぱりその有り余るパワーをやっぱり存分に使ってると。いや本当にね大変だったと思うんだ。それで、うん、なおかつこの雲海ね、うん、ね、2回あれじゃないよ、うん、あの焼酎の雲海じゃないですよ。あー、うん、ね、そこですか、うん、細かい。いや細かい逆でごめんね、うん、あの僕は有頂天に登ることあるんですけどね富士山登ったことないんですよ。あ、天には登るんですけどね実際に山にはもう登ったことがないんだけど、まあ、これ見ると行ってみたいよね。そうですね、うん、まあ、すごいすごい、いい人生、まあいい、やっぱり意味で刺激になってる、なる ね、 ですね、僕らにこう元気を与えてくれるっていうかな、うん、そうですね、本当にこれ見るたびにね心がね洗われてね、うん、そうですね、次の日にはまたすぐ汚れるんですよ、はい、本当にね、はい、次行きましょうか、はい、これはもう海外に進出ですからね、うん、そうですね、すごいよね。でホストファミリーと一緒に今こう撮っている、うん、で次もあるんですけど、うん、あ、 次、 はう、 次なかったですね、はい、あ、ごめんなさい、すごくアクティブな横山くんでしたが、はい、ね、坂井くんもかっこいいな、うん、ね、次出ていただいたのがこれも、うん、今度はですね新潟県立大学、県立大学、はい、のじのじこと、はい、野島さん、はい、それから原さん、原さん、はい、ね、あ、このお二人がね、非常にですね、うん、僕らに刺激を与えてくれたんです、うん、すごくいろんな地域の活動とか、うん、いろんなものをねよく知ってるんですよね、うん、それでそこに参加もしたりとか、そう、参加してるんですよね、うん、それから、うん、彼女のね、うん、アパートがすごい状況になって、ああ、そうですね、後でやったら写真出ますよね、うん、ちょっとね、あの、うん、行きましょうか。で、うん、この時に MC として初登場していただいたのが、はい、ね、小田あゆみさんです、はい、セラピストとしてね、うん、今活躍されてるんですけど、うん、彼女が MC として参加してくれて、うん、これからもですね、小田さんは、月に1回ぐらいのペースで、うんうんうん、プラジュ TV ね、この新潟フォンデリングの方で MC をやっていただくということになっておりますので、うんうん、小田さんよろしくお願いします ね、 ね、まあ、後でまた連絡します。そうですね、いろんなまたちょっとこう企画じゃないですけれどもちょっと面白い、そうですね、試みをしたりとかで、うん、また全体的にも楽しい雰囲気がありましたもんね、良、うん、かったですよね、うんうん、はい、この笑顔ね、もう野島さんがね最初こう恥ずかしそうにしてるんだけど、この話し出した時にねこう満面の笑みでね、いろんなことをこう話してくれる姿がすごく印象的でした。うん、はい、で彼女もすごいんですよ、海外ボランティアとして、まあ、今後もそういうのに関わっていきたいと、うんうん、ね、いうことで、これ実際にね、彼女行っちゃったんですよね。そうですね、はい、うん、これどこでしたっけ、え、どこでしたっけ、どこでしたっけ、野島さん後でご連絡ください。はい、詳しいことはプラジュ TV のレコーディッドを見ていただけると分かります。はい、どうぞそちらの方へ。はい、はい、それじゃあ次です。はい、これは彼女がやっぱりその音楽サークルに所属していて、うん、キーボードを弾いて、ね、うん、バンドにか、ね、加わってるんですけどね、こうやって見るとさ、すごくこう出てここに出てきてくれる学生さんたちがね、いかにアクティブに学校生活を満喫してるか、うん、充実してますよね。してるね、うん、ほら本当にねもう戻りたい。あの当時ね大変だったんですよ僕。え、6畳一間のアパートでさ、はいはい、起きれないわけよ、はいはいはい、オールナイト富士とか見ちゃったもんだから。そこですか。懐かしいでしょ。うんうん、ね、それでもう学校も行かないでさ、布団の中でボソ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 してるというね、うん、まあ、そういうこう情けない時代もありましたけども、うん、ね、うん、さあ、それではね、うん、このお二人の話をこうどん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 ね、うん、聞く中で、はい、この原さんがねすごくいい味出しててね、うん、うん、そして
そうですね、あのそろそろ出てくるかな。そうよいしょ、これですね。ああ、これね、これがね、うん、野島さんのアパートなんですけど、うん、いろんな人たちが集まってね、うんうん、こうやって意見交換をしたりとか情報交換をしてる、うんうん、なんか見えますね。そうですよね、僕の隣に、うん、あのピースサイン出してる、ピースサイン出してる。さすがについこの間はピースサイン出してませんでしたけどね、うん、まあでも一応それっぽい成果を出したあの方が、まあ、まさかねあそこでこうピースサイン出したら大変なことになると思うんですけどね、ですね、そう、積極的にこうやって若者とね、接する姿、これはあの全くその前の話でしたよね、うんうん、そういうことと全く関わりのない時期に、うん、彼が参加していたと。そうですね、ですね、まあその後の話ですから ね、 そうでしたね、今の活動は、うんうん、でもここで社会人ともねちゃんときちっと触れ合いながら、うん、情報交換してね自分たちの見識を高めてるっていうところが、うん、本当に素晴らしいなと思いましたね、うん、うん、いいですね、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、ね、もうですね、いやもう一回来てくれるかな、来てほしいです ね、 ね、うん、はーい、ね、うん、まあこんな感じですね、ね、でこの確かこの時はあれですよね、小田さんがあのなんか何ですか、未来の、そうそうそう、10年後の、うん、10年後のあなたを、うん、って言ってなんかこうトークを始めたって、そうそうそう、あれ非常に印象に残りましたね。もうねあの時ね笑ってね、うん、大変でした、うん、そうそうそう、原さんのね、うん、旦那さんはね、うん、なんとすごいですから、外国人ですから、そう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 、あの瞬間なんか周りで誰みたいな話でなんかツッコミが来たんですよね。ジョセフって何みたいなね、そうそうそう、韓国にいるジョセフさん、うんね、彼女は韓国語専攻なんですもんね、うんうん、それで、そういうまあいろいろ社会問題になっているようなものを自分の目で実際に確かめてみたいという気持ちで韓国語専攻したっていうね、うんうんうん、もうすごい、お嬢さんでした、うん、はい、はい、さあ出ました ね、 したね、小林優太くん、小林優くんですね、小林こと小林優太くんね、うん、彼の、持ち込んださまざまなその、うん、彼はツイッターがね、うんうんうん、ですごくこうそのツイッターが広める情報の拡散力とかに魅力を感じてね、うんうん、いろんなこうなんていうのかな、この間もイベントでね、うん、餅食べませんかみたいなの来てたね、そうですね、ね、あ確か、あそうだ、国際音楽エンターテインメント専門学校、ね、そうショーでした ね、 ね、国際、ね、はい、音楽エンターテインメント専門学校なんですが、うん、今度ね彼とねコラボレーションしたいなっていうことで、うん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 、今、彼に曲作りとか、うん、そういうのをちょっとねお願いする段階に行ってるんですが、うん、さあ、これは彼が学園祭の時に自分たちで作ったね、うん、CD を無料で配る、そう、そう、ね、そのブースですね、そう、これバンダイでしたよね、うん、そうです、バンダイバスセンターのね、バスセンターのあの2階 の、 あの広場ですよね、そうそうそう、うん、来年もやるのかな、どうなんでしょう、うん、多分やるんだと思うんですけど、うん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 、来年ぜひ無料ですから CD ね、うんうんうん、奪うように皆さん取り入っていただければ、ね、これ朝活ですよ、うん、朝活、朝活も参加されてて、ね、朝みんなで集まってカツ丼食べるっていうやつね、うん、あそれもまあカツはカツですよね、そうそうそう、でもカツ屋、うんうん、丼じゃなくてどうですよね、ああそうか、朝活動ね、うん、朝活動、はいはい、そうですね、ちょっと細かいネタでごめんね、いや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 、ツッコミどころがね、でもこういう朝活なんかでやっぱり皆さんね社会人と触れ合うチャンスを持ってるんですよね、それが、うんうん、例えばある意味ね、例えば、うん、さっき言ったみたいに自分の見識を高めるっていうことと、それから社会の情勢をきちっと把握すると、あとでもこういう場面を持つことで、うん、自分の意見をねやっぱ発表するっていうか、うんうん、自分のこう意思をね相手に伝えるスキルも含めてだけど、うん、昔はこういうのなかったですよね、僕らね、なかったですね、うん、もしくはあってもなかなかそういうのを目にする機会がなかった、うん、なかったなかったです、ね、うん、全くこういうチャンスがなくて、うんうんうん、せいぜいアルバイト先のね、あ、うん、はいはい、店長にね、うんうんうん、あの仕事が終わった後ね、うん、おい人生ってのはこういうもんだとか言いながらさあのだいたいね、うん、じゃあ来いとか言って飲み連れてかれてね、でぐち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 こうなんか小言を聞かされ、うんうんうん、ああ人生ってつまんないんだなと思ったけど、うんうん、多分おそらく彼らこういう活動に参加している、うん、時点では、うん、ものすごくね人生っていうものをね、こう前向きに捉えるっていうその土台になってるかもしれませんね、そうです ね、 ね、はい、ね、そうこの時ねツイッターっていうのも、うん、SNS っていうのも、うん、正しく使うと最強の人間構築の、うん、ね、人間関係を構築するツールになるっていう話、うん、で彼らがやっぱりそういうことをしっかりと自覚して使ってもらうと、こういうね、うん、Facebook や Twitter、まあうん、ミクシーはね、もうそうですけど、うんうん、いろんなものがこれから
人間関係を新たに構築するというね、本当のファンデーションになるんじゃないかと思うんですが、そうです ね、はい、いや小林いいね、1年に150曲も作曲するんだもんね。もう本当にクリエイティブですよね。クリエイティブ、うん、ね、そう思いますわ。あとで1曲ちょうだいあのクリスマス向けのやつね、印税で暮らせるぐらいこう、はい、あ、だから書いてますね、よろしくお願いします。はい、はいはい、で彼は自転車で旅にも出た。そうすごいよね、うん、どこまで行くって言ったんだっけ。あれ確かでも糸魚川、うん、まで行こうと思ったんだけど、行こうと思って県外に出ようと思ったんですよ。県外出ようとしたんか、そう、うんうん、新潟県が脱出しようと思ったんだけど、うんうん、こんなに辛いのかと思って途中でやめたというね。そうですよ ね、いやでもねすごいです。思い立ってスッと行動するところがね、うん、この自転車で行ったんですもんね。そうそう、みんなすごいですわね。私なんて自転車で行ったなんて新潟のあの五十嵐から青山ぐらいまでしか行ってないですから。おお、なるほどなるほど、あの辺ぐらいまでしか行ってないっすよ。すぐじゃない、うん、すぐですよ。すぐじゃないですか。それも坂下るだけじゃないそう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 そんなもんそんなもん、ね、ですわ。さあ次行きましょうか。あ、これもそうですよね、みんなで集まって、うん、うん、そうですね。これどこでしたっけ、あの学生が集まるこういうスペースがあったんですよね、うんうんうん、でそこでいろんな大学の学生さんとかいろんな専門学校の学生さんが集まって、うんうん、いろんな情報交換するっていう場所でしたよね、うん、そうですね。はい、はい、はい、さあ、ですね、まあこれぜひコラボをそうそうしましょうということで、この呼びかけに対してね、うん、もう早速僕らが答えてしまうというね。そう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 、うん、ね、ぜひよろしくお願いしますね、はい、小林くんね、お願いします。はい、はい、そうです。そしてあの小林くんからのご紹介で今度来ていただいたのが、はい、慶和学園大学の今井さん、はい、そうですね、今井さんでした。はい、で、今一人しか映ってないけど実は隣にね、うん、今度はちょっと眼鏡かけてねスキッとしたかね、小林くんがいるんですけども、はい、この二人も仲良くてね、うん、羨ましかったですよね。そうそう、なんか、うん、小林優小林優とか言ってそう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 、うん、ね、その先週のさ、前の週の小林くんが電話した時に、うん、小林優に会いたいってね今井さんが言ってましたもんね。おいおい、お前たちどういうことなのみたいな話をしたんだけど、うん、いやそうじゃなくてちゃんと友達なんですっていう、うん、ね、でも友達でもそういう風にね、うん、やっぱりお互いにこう通じるところがあって、うん、お互いを頼りにしてるっていうか、お互いにね、共にこうなんていうんだろう、癒されてるというかね、うん、いい関係でしたよね。そうですね、うん、でまたこの今井さんが、うん、チアリーダーなんかね、うん、そうですね、ケイワのね、あとで、うん、写真も出てきましたね、うんうん、ほら、そうそう、このなんかいい感じだね、このなんかこう目が非常に、うんうん、そうそう、頼りにしてるよ小林優みたいなね、そうそんな感じですね。いい感じですよね、うん、はい、この時そうそう私がごめんなさい、ちょっとこれは言いたかったんでどうぞどうぞ、PR ですからね、いやっていうか、うん、喋りのスキルを磨けという私のもとに私がここで MC をするということとなって、うどうでした、でも初 MC の感想は。いや正直最初きつかったですよ。あー、そうね、緊張したもんね。しましたよ、なんか、ね、いつもの佐藤さんじゃなかったですよね。自分のペースでできないんですもんいやそれはそうでしょ、自分のペースでやっちゃいけないでしょ、うんうん、まあやっちゃいけないんですけれども、うん、やっぱりどう喋ったらいいか分かんなかったんですよ。あー、最初ね、うんうん、引き出すって言っても、ね、じゃあどうやればいいかっていうのがあったもんですから、うん、まあそのもう手探り状態っていう、うん、そんな感じでしたよね。でも番組前にさ、うん、楽屋トークで話してる時はなんかすっごい嬉しそうだったよ、なんか、うんうん、まあそれはいやてか嬉しいっていうか、うん、このお二人がすごい楽しそうに会話してるんで、うんうん、それにもう乗っかっちゃったみたいな感じなんですよね。なるほどね、うん、いやいや、あんなね、なんか生き生きした佐藤さん見たのはね、うん、プラージュ始まって以来だったっていう感じもするんだけど、いや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 ね、ほらこの、うん、この満面の笑みですよいやね、なんか言いますか、こういう笑みを浮かべたことあります、なんか、いやいやいや、何を言いますか、よくあるじゃないですか。木曜日とかさ、金曜日にこんな顔見たことないんだよな、俺な。木曜日はまあいろいろとありますから、まあそれはそれとしてですね、スイーツがあるとしてね、まあ、うん、他の顔は出ますけど、いやでもなんかすごい癒されましたね、うん、そうね、この今井さんのね横顔すごく可愛らしくてね、うん、なんかねこう見てるとね本当に和ませていただきました、うん、ね、ね、これがうん、彼女が活躍するチアリーダー、そうね、ね、競馬のチアリーダー有名ですもんね。そうですね、いろんな場所にも、まあ、参加してますからね。そうですね、うんうん、さあ次行きましょう。そうそうそう、かっこいいな。そうで、この時に事前の打ち合わせで、うん、なんかそのチアリーダーのポーズ、あーそう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 、うん、やったね、あれをやるっていうので、うん、で結局それを
まあやることになってやったでしょ、うん、やってくださいよ。そうそう、それがこれだったわけですよね。もう俺頼絶対俺たち頼んでもこんな格好してくんねえもんな。いや、しませんよ。してくれないもんね。うん、だってしたくないじゃないですか。いや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 、だから一緒にいるからやるんですから。いや、なのになぜこんな嬉しそうな顔ができるかね。いやー、これもかなり一世一代のレベルでしたよ、私は。なんかね、いいなー、これ羨ましいなー、まあまあまあ、俺もしたかったなー、うん、まあとりあえずサクッと、うん、なあ、あのさっきのユニフォームにチアフォーユーって書いてあるんですけどね、うんうん、励まして今井さんおじさんね、くたびれてきてるの励まして。いや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 、あ、そんなやめ、うん、あ、そう、これも、まあ、ボランティア活動の一環、ね、うん、これ、あ、これ学祭の時ですかね、学園祭の時でしたっけ、確かこれ老人ホームだ。そうそう、そう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 、そう、そこの場で、うん、いろいろなんか出店じゃないですけれど、ま、うん、綿菓子作ったりとか。そう、うん、ねえ、すごいよね。そうそう、うん、こういうふうに社会とやっぱり接する機会をね、いろんな活動を通して学生がやっていくっていうのは、うん、僕すごく大事なことで、うん、強要されてやるんじゃなくて、僕話聞いててね、うん、すごく思ったんですけど、自分で自発的にそこへ参加しながら何かを学んでるんですよね、必ずね、うんうんうん。であとやはり印象的だったのが、こういったその参加の部分で刺激を受けて、うん、それから自分のやっぱりこう進む道を決めていったということですね。そうそう、で、うん、彼女はさ、妹さんね、うん、そう、この妹さんがね、また、うん、お姉ちゃんが妹さん頼りにしてるっていう話もあったりして、僕妹さんまだ会ったことないですけど、うん、まあ、ぜひ今度今井さん、妹さん連れて遊びに来てくださいぜひ、ね、2人で姉妹トークで、うん、炸裂していただいても結構ですそれでまあ、こういう妹さんが最初に、うん、小林くんとの出会いのきっかけを作ってくれたということでしたよね。でこれからその、まあ、ダンスで活動をしていくという、そう、ね、2人で ね、 でね、水土にもお二人で関わって、うん、おられて、ね、うんうん、ここねありますけど、これ巨大なシャボン玉作るっていうイベントのね、子供さんたちでねありましたけど、うん、そこにも参加されて、うん、こうやって社会的な、ね、活動にも積極的に関わってるということでしたね、うんうん、そうですね。はい、まあ、こんな感じで、はい、まあ、私もかなりいい経験をさせていただいたと。そうですね、はい、はい、さあ続いて、来ましたね、うん、来ました、これがですね、大竹くんなんですよ、うん、前回の放送に、ね、そうです、前回の放送に出ていただいた大竹くんなんです、うん、大竹くんごめん僕は大竹くんよりも、うん、コップのフチコちゃんいや、てかもういろんなものがありましたね、この時にも。まず、つかみがすごかったですね、そういったものの。そうそうそう、うん、彼はガチャが好きでね。そうそうそう。で、まあ、いろんなその小物っていうかな、うん、そういうのにこうこだわりがあって、うん、最初確かこの時に、うん、彼が紹介してくれた、うんうん、ガラスのフチコちゃん、ま、コップのフチコちゃんでしたっけ、うん、まあ、その前にはこれですよね、筆箱。あ、出たねー、うんうんうん、シャーペンしか使ってないのにね。そうそう、なぜか鉛筆削りがあるっていう、うん、ね、なんかあれ確かこれなんかチューブみたいな感じの形でしたよね。ねえ、うん、なんか俺歯磨きかなと思ったんだ最初。そう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 、うん、細かいですよね。そうそう、細かい芸が生きてたね、うん、でもこういう小物にやっぱりこだわりもって、このカエルもそうですよね。そうそう、カエルもそう、ね、うん、お散歩ガエル、うんうん、でこれをなんて呼んでるんだったっけ、シマウマでこう白くくるんだっけ、ね、なんか言ってたんだよな、うんうん、ごめん、おたくん。おさんだからどん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 記憶が退化しているんですよ。そう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 ね、うん、これもね、これです。そう。これがね、またシュールなんだな、これ。これこの間音の箱の高橋直人さんもなんかこれ、ブログで書いてましたよ。あ、そう。うん、コップのフチコちゃん。うん、ね、実はね、おたけくん、正直に言いましょう。うん、翌日ね、うん、10時に蔦屋行ってね、うんうん、3つも買ったのよ。そうそう。青のシリーズなくなってました。うん、赤のシリーズですね、うん、私もね、私も帰り道横越しのプラン、いや横越しのプラントで見ました。え、探したの？いや探したっていうか、たまたまプラント寄る用事があって、そこあそこ結構ガチャ多いんですよ、うん、で見たらありましたわ。うわー、買ってくるかと思ったのに。いや、まあよっぽど買おうかと思ったんですけれども、うん、レジ前なんで混んでるんですよ。ああ、そっか。そこでやっぱり買う勇気がなかったわけだ。さすがにそこまでないですね。なるほど、うん、今公民館の方行くとですね、ふちこちゃんが、ふちこちゃんが3体います。皆さんを、お迎えいたしますので、はい、ぜひですね、ふちこちゃんだけ見に来てください、非常によくできております。ほんとそうです。はい、もうハマりそうなんだけど、うん、で彼は FM ラジオサークル、うん、
のね、そう DJ やってる。そうですね。ね、これが、FM 柴田で流れてるんでしたっけ。そうです。FM 柴田で確か金曜日の夜9時半、うん、9時半だからかぶるか。確か、うん、この時間ぐらい。あ、そう。かぶってる。の放送だったはず。おお。うんうん。うん。じゃあ今度コラボでもしますか。FM 柴田さん。したいっすね。ね、うん、まあ大竹くんは。まあ、こんなもんかな的な感じで、まあ こ, うまあこんなもんって聞かないと怒られるね。実は後輩の話とか出たら、後輩はねすっごい街に出ていろんな今度は商品ね、商店の人とかそういう話も聞きに行きたいために今ね、そうですね、という話をしてましたけども、大竹くんはまあどっちかというとその中でのFM をねやっちゃうぞみたいな感じで、大学の中でね、うん、一生懸命こう活躍をしているということですね、うん、でまあ陸上も入ってるんでね、陸上クラブに入ってるということでした、うん、ね、これ社会人も一緒なんだってね、この陸上クラブはね、すごいですよね。まあいろんな人とのまた活動もやってますからね、うん、そういう意味ではね、そう接する機会が多いんですよね、うん、これキリッとしてますね、うん、慶和祭の確かこれイベントの司会をした時ですね。そう、 そうですよね、うん、なんか歴史のあるその FM ラジオサークルなので、うん、お前司会やれって言われて、うん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 、ね、なんかわけわからずやってしまいましたみたいなことも言ってましたけど、うん、でも確かこの時まあここには映してないですけれども、うん、お笑い芸人さんが確か来てっていうので、その時のイベントの司会っていう話でしたよね。ねえ、なんかスーツ着たのが初めてで、なんか緊張したとかなんか言ってね、そうそう言ってましたが、その一方でまあこんないやー、これもね、うんうん、まずここでもうみんな言ったら、これ一応聞かないけどどれって言ってるんだ。そう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 俺てっきりキーマウスの中かなと思ったんですけど、うんうん、一番左かと思いきやったやつですよね。そう、うん、で彼はこんなに美しかったのか的なね、うん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 、おー、塗ればやれる子なんだみたいな感じだねいや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 、ね、びっくりでした ね、うん、で全体写真の中にもあるけど、これが屋久島ですよね。そうですね、屋久島、そうですね、思い立って前日だっけ、うん、友達と会って蔦屋かなんかだったって言ってましたっけ、うんうん、で屋久島行くって言ったら行くって言うんで行っちゃったという。それで行けること自体がまずすごいですよね。すごいよね。それでこれがあれですよね、ジブリの作品になった、はいはいはい、ね、もののけ、もののけ姫、うんうん、ですよ ね、はい、そう。いや、ここに川上さんがね、パクッと食いついたのにびっくりしちゃいましたね。彼女はそうだったのかみたいなね。ね、でも本当にこれそのアニメ出てくるシーンそのものですよね。確かこの真下がもう何もないとかで、そうそうそう、すごいこう高いとこだって言って、断崖絶壁で命綱もないって言ってましたよね。まさにこの屋久島の大自然の中で、うん、ね。本当にその自然の脅威も含めてもののけ姫の世界を満喫してきた大竹くんでしたが、屋久杉の写真はカットしましたあまり大きさが伝わらなかったのでさあ、そして今今度はこの大竹くんが電話をしてくれてますが、なんと僕らはね、このクリスマスイブに大学生呼ぶのかわいそうだと、ね、と言いながら大晦日に呼んでしまうというそうそうそうもうだから来週がこれでなんか総集編言ったから今年終わりかなと思いきやですよね。ね、うん、あのね、やっぱりやることに意義があるんですよいやー、しかし年の瀬を押し詰まるところでやると、そう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 、誰も見てくれなくてもいいんです。裏なんかどっかの歌を歌ってるようなあれでしょ、あのなんだっけ、ベニパク、あー、レッドホワイトみたいな、そうそう、ベニパク歌合戦でしたっけ、うんうんうん、そんな裏でやると、まあでもね、やっぱり見てくれるでしょう、誰か必ず見てくれると思いますよいや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 、ね、だってこの時も再来週って言って大晦日って言いましたもんねまあね、もう皆さんお気づきかと思いますが、次週出ていただける子がですね、女性なんですけども、女子の学生さんで慶和学園大学の、FM ラジオサークルの、そうですね、ね、はい、女学生が出てくれます、はい、こんな感じでですね、ちょっと駆け足であまりこうまとまりなく、説明の方もうまくいきませんでしたが、こういうふうにして、はい、まあ、若者たちがどういうふうにね、こうつながっていくか、これからものすごくその番組を楽しみにしています、うん、で、はい、一番僕よりも楽しみにしているのが実はこの人です。え、佐藤さんです。私月曜日にこ
ここでカメラセットする時の動きが非常に機敏です。うそ、機敏です。あ、そうっすか。はい、もうプラグの差し方からね、コードの回し方までね、華麗にこうさばいてますね。いやー、別にそんな気しないですけどね。そうでしょ、自分じゃ気がつかないでしょ、ね。ということで、女子学生の出演お待ちしておりますそこかはい、ということでお届けしましたプラジュ TV 新潟フォンデリングですが、はい、じゃあ、今日はクリスマスイブです、はい、ね、皆さん素敵なクリスマスイブをお過ごしください。おじさんたちは、家族の残ったケーキを、そうですね、ちょっとつまむぐらいで、はい、はい、何が変わるんだクリスマスイブだって何も変わらないぜということで、はい、失礼いたします。おやすみなさい。とても大きな未来へつながっている君の心に刻まれた傷跡、言える時間